セグメント、E セグメント E セグメントとは、主に欧州で利用されている乗用車、分類方法であるセグメントの1カテゴリーであり、同一セグメントにセダン、クーペ、ハッチバックなどのボディスタイルを包括する。調査会社であるグローバルインサイト社の分類においては最上位に位置づけられ、スポーツクーペ、マルチパーパスカー、SUV を含むとされている。欧州で、 以前に使用されていた最も競技の分類においては、D セグメントと F セグメントの中間に位置し、スポーツクーペ、マルチパーパスカー、SUV は別のセグメントに分類されている。おおむね全長が約 4800mm から約 5000mm までの車種とされ、3リットル以上の6気筒エンジンが搭載される車を指すことが一般的であるが、車両サイズ、全長、価格、 および車両装備や車両の持ち合わせるイメージなどの複数要件による分類のために明確な数値基準はない。アメリカにおける分類のミドルサイズラグジュアリーカー、フルサイズカーやイギリスにおける分類のエグゼブティブカーが E セグメントに禁止する。なおピックアップトラックやライトバンなどのいわゆる商用車は乗用車のセグメント分類には属さない。 h t t p コロンンススララッッシシシュュイード e c e u r o p a ユースラッシュコンペティションスラッシュ m e r g e r s スラッシュケーシズスラッシュティシジョンズスラッシュ m1406enpdf ありがとうございます。